今回はマルシェなどで販売するおからの焼きドーナツが大人気です。お供の輪をご紹介します。それではご紹介します。こちらが店主の木村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、早速ですが、はい、お供の輪について教えていただきたいです。まず、はい、ちょっと変わった感じのお名前なんですが、名前の由来から。はい、ドーナツのイメージやお客様とのご縁と、あと和風なレシピが多いので和という字をつけたくて、でその後は自分がどうありたいか、あとドーナツを食べた時に笑顔になってほしいという思いはもちろんなんですが、日々の生活に寄り添えたらと思って、お供という字をつけました。素敵な由来ですね。ではお供の和、お店について教えてください。はい、おからを使った焼きドーナツをイベントで販売しております。京都で私のおば夫婦が営んでいた京林という和風カフェの焼きドーナツを受け継いで、私も大好きだったそのドーナツを作って販売しております。ではどのような点にこだわりを持たれていますか？はい、乾燥したおからのパウダーではなく、山口県産の生のおからを使用しております。では具体的にはどのようなドーナツを置かれていますか？はい、プレーンやココア、抹茶など、と2ヶ月おきに入れ替わる期間限定のドーナツや、白玉団子を入れたドーナツがございます。さあ、おすすめのドーナツご用意していただきました。今回はなんと3点ありますよ。こちらが定番のプレーンでございます。おからのずっしり感と、あと生地のもっちり感が味わっていただけるドーナツです。じゃあ早速いただきます。はい、あ、ちょっとずっしりとした感じで、今手でこう開けてみたんですが、もちっとしていますね。すごい弾力がある。食べちゃいます。いただきます。うん、たまらないもちもち感ですね。ありがとうございます。で、外側はちょっとサクッとしているのと、程よい甘さ、控えめなところがすごく美味しいです。ありがとうございます。なんか朝とかにもこれ食べて出かけたいっていうか、何にでも合う感じが本当にプレーンで美味しいって感じですね。ありがとうございます。こちらが12月末までの限定のほうじ茶でございます。中にくるみが入っていて、ほうじ茶の風味とくるみの香ばしさを味わっていただける一品です。くるみもとっても大きいんですね。そうなんです。贅沢にくるみが使ってあります。よいしょ、ほらご覧ください。ではこちらもいただきます。はい、うん先ほどの程よい甘さも良かったんですが、はい、これほうじ茶の香りがふわっと鼻に抜けて、なおかつくるみの香ばしさ食感たまらないですね。ありがとうございます。で、ちょっと甘さしっかりしてるかなって思うんですけれど、はい、プレーンに比べたら、はい、でもおからだし焼いてあるしって思うと罪悪感が全くないのも素晴らしいですね。ありがとうございます。木村さん、では最後こちらは。はい、こちらが1月2月限定の黒ごまです。今回は中に白玉を入れたバージョンになります。珍しいですね。いいですか？はい、どうぞ。白玉が入ったドーナツ、かなりもちもち、はい、ちょっと黒ごまの部分は柔らかいんですね。はい、白玉部分がお餅みたいで、はい、でもそれもすっごく柔らかいお餅なんですね。そうなんですなんかごま団子ってあるじゃないですか、はい、あれを洋風にした感じ、うんうんうん、でごまの香りとこの外側のパリッと感もいいですね、はい、ありがとうございます。今の季節、温かい飲み物ともぴったりですよね、はい、緑茶でも紅茶でも合いますよ。コーヒーだっていい。本当ですか？ありがとうございます。もう何にでも合うのが最高ですね。ありがとうございます。
様の反応っていかがですか？はい、カフェなどをしてないので直接召し上がってくださる様子は拝見できないのですが、DM などで一口食べて美味しくて驚きましたというコメントや、家族と取り合いになりながら食べましたというメッセージをいただいたり、もっと食べたくなったと1日に2回ご来店いただく方もいらっしゃり、その度に作ってよかったと思っております。すごく嬉しいですよね。よっぽど美味しくないと DM とか書かないですからね。ありがとうございます。ぜひいろんな方に食べてほしいなって思うんですが、近々、はい、の出店情報などを教えていただけますか？はい、12月の17日日曜日に夢タウン下松で夢空マルシェと、あと、2024年の1月2日に山崎八幡宮様の方で販売いたします。そういった出店情報ってどこで知ることができるんでしょうか？はい、当店のインスタグラムをご確認いただければと思います。では最後になりますが、番組をご覧の皆様に何かメッセージお願いいたします。はい、改めまして、お供の輪の木村と申します。皆様に美味しいと思っていただけるよう心を込めて制作いたします。どうぞよろしくお願いいたします。いかがでしたか？生地に生のおからを使用したドーナツはもっちりとした食感が特徴です。今回は3種類を食べさせていただきましたが、どれも本当に美味しくて毎日食べたいなと思いました。優しいお味なので休憩のお供に、勉強のお供にと、どんな時にも心強いお供になりそうですね。お供の輪のマルシェなどの出店情報はインスタグラムをご確認ください。